セリア丸は太平洋戦争中に建造された日本のタンカーである。戦争末期に日本本土への石油輸送に成功したことで知られる。セリア丸は三菱長崎造船所で建造されたニトルコリラ型、戦時標準船の8番線で、気候からわずか121日で完成している。ニトルコリラ型とは、 第二次戦時標準戦として計画されたうちの大型タンカーを意味する。戦名はブルネーにある石油の産出地、セリアに由来する。竣工後すぐの1944年7月13日に、セリア丸は、非戦団の非69戦団に加わって、文字を出航した。非69戦団は、台湾の高雄を経由して、湘南へ向かうもので、 航空母艦海高が護衛につく大規模なものであった。日69船団は7月31日にすべての船が湘南に到着し無事任務を果たすことができた。セリア丸は湘南で航空機用ガソリンや重油を積んだ後、日70船団に加わって日本へ向かい8月15日に日本に無事到着した。9月8日、セリア丸は 日75戦団の一隻として、文字を出港し、9月22日に、湘南に到着。ここで再び、ガソリンと重油を積んで、10月2日に日78戦団に加わり、湘南を出港、11月1日に、文字に帰着することができた。1944年末当時、湘南と日本を結ぶ南方の交通路は、 アメリカ海軍やイギリス海軍の潜水艦によって遮断されつつあり、船団が前線無事に往復できることは奇跡的とまで言われていた。12月19日、セリア・マルワヒ85船団に加わって文字を出港した。セリア・マルワ翌1945年1月7日に無事湘南に到着し、17000トンの航空機用ガソリンが積まれたが、 キロの安全が保証されないためにセリア丸は待機を余儀なくされた。1月15日、セリア丸船長、浦部武氏は南方軍総司令部から呼び出しを受けた。そこで南方軍の参謀よりセリア丸を特攻船、新規突破輸送隊と命名して日本に航空機用ガソリンを輸送せよとの命令を受ける。当時の日本軍は南号作戦の名の下に 石油の強行輸送を計画していた。軍は当初、戦団に低速船を加えようとしたため、浦部船長は幹部船員との協議の末、会議の時に以下の提案を軍にした。改め2アンペア型貨物船を同行させないこと。護衛艦は2隻付けること。指揮権と航路選定権はセリア丸側に任せること。軍機会図を対応すること。 そのため会議は紛糾したものの、最終的に3以外は受け入れられ、3についても指揮権は護衛艦の専任艦長にあるが船長にも行動の自由が認められることとなった。乗組員74名、陸軍船舶砲兵隊員44名、海軍警備隊員51名、便乗者8名、 計177名1月20日午前10時、セリア・マルは2隻の苦戦艇と共に、湘南を出港した。湘南を出港した船団は、マレー半島東岸を通り、太陽国のシンゴラ沖に加白した。シンゴラからは、台湾を一気に横断し、1月23日に、フランス領インドシナのサンジャックに到着した。サンジャックでは、 苦戦艇2隻と分かれる代わりに第41号海防艦と第205号海防艦がセリア丸と合流し1月24日に出港した1月25日船団はアメリカ軍の懲戒飛行艇に発見され通報を受けた潜水艦の来撃を受けるも無事に回避した1月27日に船団はチョンメイ湾ンで下白したここから先 ほとんどの船は、トンキン湾を横断して、海南島の南岸を通過していたが、船団はあえてその航路を取らず大陸の海岸沿いに進んだ。その後1月29日に、海南海峡、1月30日には、香港の沖合を通過し、2月3日に、船団は、上海の沖合に到着した。ここで、護衛の船が、 再び交代し、桜と菓子の二隻の駆逐艦が護衛についた。駆逐艦と合流後、2月4日に、三島半島に接近した船団はここで東に変身して、航海を横断し、2月6日に、朝鮮半島の沈海に到着した。船団はここで、さらに解剖艦二隻を加え、2月7日午後4時半に、文字郊外の六連島白地に到着した。 文字についた後、セリア丸は、和歌山県下津港の石油基地に1万7000トンの航空機用ガソリンを陸揚げし、その任務を完了した。日本陸軍は、セリア丸の輸送作戦の成功を称え、武功機を送った。これ以降、日本への石油輸送に南方航路で成功した船は、翌3月に到着した、東条丸、東亜丸、富士山丸、 光島丸の4隻に過ぎず、以後南方航路は沖縄線発生もあり途絶した。その後もセリア丸はシンガポールに向かうべく準備を行っていたが、沖縄線によって日本線が東、シナ海を航行できなくなったために派遣は中止された。石油の輸送が不可能になったため、セリア丸は貨物船に改造される計画が持ち上がり、 兵庫県にある張馬造船所の近くである、行島付近で停泊していた。1945年7月28日、瀬戸内海の残存艦船の総統に来襲した、米機動部隊の艦載機がセリア丸を発見した。セリア丸は3発の命中弾を受け、戦備き幹部から炎上した。消火は、不可能と判断されたため、乗組員は対戦し、船体は、 反没状態のまま放棄された。なお、この時の空襲で6名の乗組員が犠牲となった。終戦時、セリアマルは、船体の後部を消失した状態で、行島の沖合で放置されたままとなっていた。1948年5月、日本輸送船株式会社によって、船体の調査が行われ、セリアマルは、修理不可能と判断されて、 北川産業に売却された。そのため、セリア丸は北川サルベージにより、スクラップにされるために扶養されたが、扶養後改めてセリア丸の船体を調査した結果、一転して修理可能と判断された。この結果を受け、日本輸送船株式会社は、同年12月にセリア丸の船体を買い戻し、大阪の日立造船桜島造船所で修理が行われることになった。 修理が完了したのは1949年5月31日のことで同時に GHQ の日本商船管理局によりスケージャップ X045 の管理番号を与えられた。セリア丸は修理後すぐに日本と中東のバーレーンの間で石油輸送に従事した。1950年、日立造船桜島造船所で BV-19 取得改造工事が行われ、同年7月19日に完了した。1960年、アラビア石油によるカフジ海底油田開発が始まったが、陸上貯油基地が未完成であったため、完成までの期間は洋上にステーションタンカーを配備することとなった。セリア丸はステーションタンカーとして使用されるため、アラビア石油に移籍することになったが、 すでに計画造船事業におけるスクラップ対象船となっていた。そのため選手は日本輸送船のまま裸溶船とされ、ステーションタンカー業務を行うアラビア企業株式会社へ再裸溶船される形で運用された。同年10月に日立造船桜島工場で改造工事を実施した。11月11日、カフジへ開港のため大阪を出港し、 12月7日には、カフジオキアイ北緯28度29分統計48度58分、北緯28.483度統計48.967度、28.48348.967 28. の地点に到着し、1961年3月末から業務を開始した。この事業には同じく戦時標準線ニトルコリラ型で、あるズイウンマル、サバンマル、 戦時標準戦1トルコリラ型であると余る、戦時標準戦3トルコリラ型である OC 丸の5隻で実施された。1961年8月26日、機関室に隣接して設けられていた、ドレン建油タンクから漏えいしたブタンやプロパンが、機関室内に滞留し、それに引火して、爆発と火災が発生した。火災はすぐに消し止められたが、 機関長と機関員1名の計2名がそれぞれ重度の火傷のため29日までに相次いで死亡した。ガスの漏洩は日立造船での偽装の不備によるもので神戸地方海南審判長は日立桜島工場造船部の担当者に対して業務上の過失を指摘した。1962年7月12日には 陸上貯有基地が竣工したため、アラビア企業によるステーションタンカー業務は終了することになった。セリア丸からは8月2日に油の摘み取りが完了した。これらのステーションタンカーは石油積載の上、日本へ帰国することも検討されたが、調査により不可能であると判断され、スクラップされることになった。8月17日にセリア丸はアラビア企業より、 アラビア石油へ返し船となり、8月30日にカフジオキより栄光され退去した。1963年2月にシンガポールの解体業者に売却され解体された。ありがとうございます。